確か。カジノ亭の方、ですよね。はい。今日はジュエルリゾートから視聴してきてるんです。ってことは、姉ちゃんもよろず屋のパーティーに呼ばれたのか？実は私、よろず屋さんから、ここで行われるビンゴの司会進行を任されまして。フィラデシェロカルテ限定の特別なビンゴ。菊石さんたちも、ぜひ楽しんでいってくださいね。シェロさん、こんな催し物まで用意しててくれたんですね。しかし、カジノ亭から人を呼ぶなんて、よろず屋はますます何者なんだ？よろず屋さんはクリス様とお友達みたいですよ。ジュエルリゾートにもよくいらっしゃいますし、お二人で何やら怪しげなお話も。って、こんなこと勝手に話したらクリス様にお仕置きされちゃう！今話したことは私たちだけの秘密にしておいてくださいね。と、そうそう、ビンゴの時間は決まっていますから、時間には気をつけてくださいね。少し面倒かもしれないけど、きっと楽しんでいただけると思いますよ。